トゥ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 リスナー様の方から最近うさこの顔が隠れてて見えてないっていう指摘があったんで、今日はちょっと上に上げてちゃんと顔が出ています。うさぴっぴ大丈夫だよ、もううさぴっぴちゃんと顔画面に映ってるからね、安心してね、うさぴっぴ。はい、そして F のコーナーは質問コーナーでございます。質問内容はこちら、ピシュッ、そうたくんの美しい手を見せてください。私手フェチなんです。まあ僕はね、結構手にはね自信ありますよ。だから今日はね、脱ぎやすい服を用意して行きましたからね。まずは手のこうっていうのがこうからですよ。こんな骨張ってるところがね、好きな人には好きだと思うんですよね。骨フェチさんにはたまらないと思うんですよ。そしてちょっと入れ墨で分かりづらいんだけど、俺ね血管がすごい浮き出てるタイプなんだよね。分かりづらいね、墨入っちゃってるから。この血管すごいんだよ、分かるかな、血管のもろ出てる感じ、分かるよね。はいはい、手こんな感じです。はい俺あんまフェチとかないからさ、そのフェチを持ってる人の気持ちがわからんから、いいので喜んでいただけたなら幸いでございます。ただこう手見せる動画だけだったらクソ動画じゃないですか。そのクソ動画になっちゃったらちょっとね、僕としても納得いかないし、やっぱクオリティ上げていきたいんで、ちょっと小話を一つ挟んでいきたいと思います。あのですね、僕ってすごい電話とかメールとか嫌いなんですよ、うん、電話とかメールとかめんどくせえなと思うタイプであんまりしない感じ。仕事の時ぐらいかな、ちゃんと返信するのは、うん、仕事はもちろんちゃんと俺丁寧な言葉で返すし、うん、ちゃんと丁寧に、うん、敬語使って返すし、文法とかもちゃんと考えてやってますよ、うん、だけど普段友達とメールするとか電話するとか一切ないわけよ。でも唯一電話してて楽しいやつがいて、そいつと電話してた時にさまああった小話なんだけど、まあスタジオ練習行ってきたんだよね前に、うん、でその時に結構、まあ、ビデオカメラ持ってたりとか、雨が降ってたから傘持ってたりとかしてさ、結構な大荷物だったわけよ、そのスタジオの日で。そのスタジオの日ね、まあ、結構な荷物だったから俺帰ってから肩がすごい凝っちゃったわけだから、肩こりがひどいんだよねみたいな何気ないたわいもない会話してたわけだから、ストレッチしたのよとかいうことを話したらその向こう側の子がね、え、ストレッチ総督君しないって言ってませんでしたって一人エッチじゃねえっつーのっつーつーか、俺一人エッチって言わないじゃん、一人エッチのこと俺オナニーって言ってんじゃんって。そうなんですよ、まあそれはどうでもいいとして、まあソータはね、そうストレッチじゃないんですよ、うん、なんか虚しくなるじゃんやった後、わかるでしょ男性諸君、わかるでしょ、やってる時はなんか満足してるかもしんないけど、やった後虚しくなんない。あと好きじゃない人の、これは俺だけかもしれないけど、好きな人じゃない人で抜きたくないとか、好きな人じゃない人の裸を見たくないっていうのが、まあ珍しいって思うかもしれませんが、僕はあるんですよ、そういうのが。はい、そういうことです。まあ変わってる変わってる言われましたが、学生の頃からなん、お前もったいないよなって、お前のルックスがあったら食えるのにとか言って言われたこともありますけど、僕は結構大事にしたんですよね、うん、誠実な男ですから男女感っていうのを大事にしたんですよ。童貞を大事にする男初めて見たわって言われましたよ。はいまあそんな自慢話みたいになっちゃったから、そういうのはなし、今のはまあもういいです。はい、忘れてください忘れてください。ということで、何の話だったっけ、そう、まあ手見せたっつうのと、うん、僕はストレッチしないっていうお話でございました。はい、
もうあれですよ、もう出るときは自然に任せたから、いつも無声なんですよ。これがまたでも同じぐらい短いになるんだけどね、ね、濡れたパンツをさ洗濯機に持ってくるのね。でもまあうん、いいかな、そっちの方が気が楽かな。まあ仲話になりましたけれども、はい、そんな感じでございます。オチがねえな、ダフンだ、一緒に転がってこうぜ。オチがないから無理やりつけたぞ。もちろんそんたくです。ご視聴ありがとうございました、僕らの関連動画などは下の概要欄からお願いします。もちろんそんたくでした。好きでした。来てください。